ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラ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 ララララ。はい、なんか今日ためが、そうですよ、ためがやっぱりいろいろね、ちょっと動きを変えていかないといけないかなと思って、うん、そうですね。さあ今日はね、今日ははい、お祝いです。忙しいですね、なんか謝ったりお祝いしたり、いやいやいや、謝ったりっていうのはまあなんていうのかな、今回もうほんとね、はい、心からお祝いをしたい。へえ、なんだろう、マッコイさんです。ほう、マッコイさん、今日ね、お祝い、はい、マッコイさんの誕生日なんですよ。あれ、今日2月9日、はい、2月9日肉の日ね。すごくこの間肉の日マッコイさんの、あ、そうなんですか、誕生日なんですよ。よく知ってますね。見てください、この、はい、普段とはちょっと違うでしょ。はい、どれもどっかで見たかなと思ったら、はい、マッコイさんが着てた服ですよね。ブルーブラザーでしょ。これね、マッコイさんが、はい、ロサンゼルスにあの人行った時に、はい、私のお土産で買ってきたやつなんですよ。だ、あの人も持ってるし、私も持ってる、同じもの。あれ、よいしょ。もう出たよ、もう俺寝てたんだね。えブルーブラザーズ、いや、もう一日に何回来るのこれ。ブルーブラザーズ、いえ、いや、もうそれで持ってるんですか。いや、これマッコイが買ってきたやつだから。すごいですね。うん、だから普段かぶっちゃいけないなと思って、なかなか私はこれ出してなかったんですけど、まあ今日はもうあの人の誕生日なので、そうですね、まあ私がこういう風にね、あの人のちゃんと買ってきたもので、あの人お祝いしてあげようと思って。やっぱり今までね、紐解いて何を一番喜んでたかなと思ったんですよ、はい、まあ私との付き合い30年ありますから、考えた時にやっぱり鶏肉しかないと思ったんですよ。鶏肉は非常にね、ありがとうございました、本当に。じゃあ、いやいや、俺は絶対来ないよ、俺 OK しないよ、俺だと OK しないよ、そんなの。いや、もう本当お願いします。なんだよそれ、鶏肉何よそれ。いや、もうさっき鶏肉もいらないのかなと思って。いや、いらないとかじゃないよ、せっかくだったら置いてきなよ。じゃあ、うまいね、これ。これうまい、うまいだろ、これうまいだろ。鶏肉を使ったパスタをあの人に持っていこうと思います。やっぱパスタなんですね。いや、パスタも、うん、ブーブー言って、あ、食べる食べる食べるでしょ。確かに好きなんですよ。私はケチョウのパスタ好きっすわね。そうでしょ。大量に作った方がいいでしょ。そうですね、ね、いっぱい何種も置こうからね。絶対置きますか、鶏肉。そうなんですよ、2パック。この鶏肉ですよ、前回もね、ヒーヒー言いながら、持ち帰られたのは。言ってんですか、ジム。そういや、もうパスタやめてくださいって言われたりしてましたけど。言ってます？昨日行きました。あら、すごいですね、僕行ってない時に。はい。2回行ってますよ、あれから。で、あ、すごいですね。あのね、はい、あ、これ松本さんに送らないといけないから、はいはい、毎回回しますねって言って、あの人なんか撮ってると動画。あ、本当ですか。あ、すごい助かります。やめてくださいよ、盗撮だって言うんですけど。でもまだそんなに痩せてるなりには出ないですね。何が？体型ではまだ。いや、そこはね、うん、私のね、まあ悩みどころですよ、やっぱりドラえもんみたいです。お前だから色だろそれ。
ドラえもんみたいって言ってただ色が出てるでしょ。これね、パスタのね、はい、太さを変えてるんですよ。ほ同じようにしてますけど、ちょっと混ぜたんですか。混ぜました。細いの、はい、まさかそのおしゃれな袋を開けてるやつを今入れたら、あ、これちょっと細さが違うなと思ったんで、だけど、あ、これ意外や意外こういう食感ありだなと思って。なるほど、横だろうな。鶏肉はね、ほんと塩コショウが一番いいかもね。こうやってもうガーリックとか言ってももう最高。鶏肉ってここ20年で美味しくなったと思いますよ。思う。で、僕もほんと思うんですよ。ほんと鶏肉自体がね、昔パサパサでしたよね、もっと。これほんと思うんだよね。鶏肉美味しくなった、ほんとに日本の鶏肉美味しくなった。今の若い子は言ってます。なんかもしれない。これ食べてみる今。いや、食べてみる。うまっ。あめん。すげえ量だ。いただきます。ナポリタン。まあ豆板醤と、でもナポリタンじゃない、もう男、玉ねぎとかも入ってない。そう、入れてない。もう今回もこれで、これだけね、トリングでしょ。ここだろうな。喜ぶだろうな、マッコイ。ね、喜ぶだろうな。喜んでくれるよな。だって一生懸命作ったんだもん、こうやって。そう。喜んでくれるだろうな。ほら、喜ぶだろうね。持ってきますか。持ってきましょう。はい。ちょっと開けてくれよ。お前なんで俺とこんな服着てきたんだよ。今日あなたの誕生日でしょ。いや、誕生日だから。いや、まあ、そう。俺は誕生日着てる。ブルーブラザーズ。あなたがね、うるさい、うるさい。じゃあ中入らせてくれ、早く。ちょっと待って、お前らさ、なんと俺と同じ服着てくるんだよ。あなたがロスアンゼルスに行って、私にお土産買ってきたやつでしょ、これ着てくださいって言って。で、いつもあなたはそれ着てるから、なかなか着るチャンスがないなと。ちゃちゃちゃ、ほんとうるさい。うるさいよ。誕生日の時パスタ作ってきたんですよ。食えないよ俺パスタなんか。なんでよ、あれだって一番好きでしょ、鶏肉。今もう鶏肉好きでしょ、だから鶏肉のパスタ。じゃあなんで同じ服着てくるんだよ。同じ服だってあなたがこれ私に配給したから。めっちゃ仲いいですよ。めっちゃ仲いいですよ。あのね、言い合いしてる感じに見えない今日。なんか恥ずかしいよ。俺、本当に
オレンジ食うんだよ。オレンジ食うんだよ。なあ、本当にマジでもいいだろう。なんかちょっといじってもらったからってさ、違う、同じことばっかりすんじゃん。同じこと、同じ服お前が俺に買ってきたんだ。俺のお土産だよこれ。何で来てきたんだよ。いや、今日だから今日そういう誕生日のお祝いだから、それドレスコートですよね、これで、ちゃんとほらパスタ作ってきたんだから。本当にめんどくせぇ、めんどくせぇんだよ。汚ねんだよ。痛い、頼むよ。ちょっとほら、もう熱いんだから、これ今作りたてよ。もうほんとこの人たち、あのあれなんだよ、なんかさ、調子に乗ってんだろお前。何も調子に乗ってないよ。調子に乗らないこと何もないさ、俺には。お前もお前だよ、この野郎。茶葉ね、テレビ消してください。テレビやだよ。テレビ消せ、なんでテレビ消せまで指示されんだ。テレビ消してくださいよ。だからもう誕生日だから、ちゃんとまず脱げこれ。なんで脱げお前が。じゃあこれは脱げよ。 LA ブラザー、ブルーブラザー。俺もう絶対やんねえよ、もうお前。やれよ。やんの。俺もうここのバッグもや近くに呼んだよ。やめろよ、人と同じの分金の。だってこれお前が買ってんじゃったからしょうがないだろ。着てねえじゃん全然。俺パジャマだから。よ、着てないから。だってかぶるなと思っていつも。だから今日の日のためにずっと撮ってた。絶対これだと思って。いやもうもうダサいよ、もう二人で LA 来て。脱いでこいよ。なんだよ。何すんな。お前がマイケンに会いに行った時に買ってくれたやつだろ。ありがとな。ありがとな。もうほんとさ、でだからさ、今回もさ、こうやって来たのはちゃんとあなたの誕生日をお祝いするのもあるんだけれど、やっぱウィンウィンウィンでさ、やっぱあっちゃんがすごい分析をしてくれたことによってさ、前の1年前に撮った再生回数とかも爆当たりですよ。品川さんと私をずっと叱咤激励しているね、あれも100万回超えてますから、本当にありがとうございます。いやもうマッコイさんあってのケイちゃんでございますから、こうやってちゃんと、お前ほんとさ、 LA ブラザーズ、ブルーブラザーズとして今後活動がしやすい。お前小馬鹿にさ、お前小馬鹿にしてんだろ、喋り方。最近クラブハウスも覚えて小馬鹿にしてんだろ。なんかトークにさ磨きかけたみたいな面してっけど、一つ面白くない。何がだろう、一つ面白いこと言ってないからな。何か面白いこと。なんかクラブハウスとかやってんの。もうお前だってクラブハウスやってんだろ。俺はいいじゃん別に。俺は別にさ、そういった仕事の仲間がいるんだから。俺だってあるじゃないか、クラブハウスで。なんか俺と品川のところしか入ってこれないでしょ、まだなんか弱気で。そりゃそうだ、お前と品川がいないと他に入ってもあのなかなか受け入れてくれないし。しょうがないよ、だってお前と品川がどっかでやってたらそこに脱げ。そのいやだ、ちょっと食えじゃん。なんだよこれ、汚ねえなこれ。豚さんじゃん。なんだよこれ。何だよこれ。これほんとうまいんだって。豆板醤とケチャップ、鶏肉だけ。見てみろこれ、汚ねえ。こんな何がよ。刑務所飯みてえなの俺の持ってきて。お前離婚しろ、刑務所飯って。こんな小汚い飯。なんで食え、ちょっとちゃんと食べて。あんたたちのせいでうちの嫁怒ってんだからね、ここが。俺がなんかここで一人でなんかしてるみたいなさ、家あるんだから、ここ仕事場だからね俺の。そうそうそう、分かってるよ。そんなんだ、そんなことまで俺いちいち言う筋合いないと思ってるから言わないよ、そういうことは。筋合いとかじゃないんだよ。誕生日なんて言うと、ろうそくどこに立ってるの。ここに。お前バカだろ、なんでここに立てんのよ。だって誕生日パスタですから。なんでここに立てんだよ。誕生日にパスタを。お前自信つけてんじゃねえぞ最近。作ったよ。お前ほんと自信つけてんじゃないよ。なんか誕生日にパスタを作ったよ。何
斎藤まこと、まこいさ、痛い、うわごめんなさい、フォークのやつ、うるせえんだよこいつ自信つけてんじゃねえよこの野郎。お前フォークやめろ、ぶっちゃりやるやつじゃねえか。静かにしろっつんだよこの野郎、ね、なんでこんな汚いパスタでロウソクつけんだようわじゃあ歌いますか。誕生日にパスタを作ったよ、マッコイの誕生日にパスタ作ったよ、ハッピーバースデーマッコイ、きたねえよ、51歳の誕生日、イエーイ、きたねえよおかしいだろ最近ほんと。お前ほんとさウィンウィンウィンだっけ、はい、あれ出てさ、いろいろなんかスポット当たったかなんか知んないけどさ、それでなんか突撃体制のパターンがなんかハマってると思ってさ、こうやってどん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 来んじゃんお前ら。絶好調っすよ、ケイちゃん。絶好調っすよじゃねえよお前お前もこの野郎、お前ケイちゃん絶好調っすよ。なんなのこの3番手みたいな顔してさら、これ本当に大丈夫なの、ね、これ。いやこれ美味しいみたいです。マコさん、さらさら、お皿がないと。うるさいうるさいうるさい。お皿、そっち行ってろって。お皿をどっちがキッチンにいるか分かんないでしょ。同じ服着てるからね。本当ね、一緒の服着てるからね、言い合いしてる感じに見えないんだよね今日おい、これ、ね、おいこれダメだろこれ、あのこれワンちゃんのじゃないのか。ワンちゃんのやつだ。クーちゃんお前どこ行ったんだよお前。家だよ家。あ、クーちゃん家いんのか。家、うちの妻が今見てますよ面倒。大きくなってます。頭もいいし。へーすごい。ここで編集したりするから、家でやると迷惑かかるからここにいるんですよ。ここ分かったから、そうだったから。分かったからじゃないよ。誰こんな量のさパスタいるのこれ。これパスタも種類が2種類入ってるんですよ。細いのと太いの。いやー鶏肉のとちゃんと食べるよ。しゃーお前ニンニクの味すごいな。お硬さ最高だね。最高でしょ。もうピリ辛だよ。へぇ、そうでしょ。豆板醤ね。豆板醤です、これ、うん、ケチャップと豆板醤。でも、すっごい量だぞ、これなんで俺の誕生日にこれ何人前やってんの、これ。何人前かちょっとわかりませんけど、手づかみでパスタを入れてるうちにこれぐらいになってしまったんでうまいもん。あと鶏肉はもうほんと2パック丸々使わさせていただきました。2パックで680円1パックにちょっと値段が下がる。掴んでんじゃねえぞ、なんかキャラ的なものをなんかこの番組でマジで全部俺はチェックはしてねえけど、この間佐田くんのところもそうだけど、ほぼ俺とやる口一緒じゃん。あれ全部俺にやってきたこと人で試してんじゃん。でしっくりくるやつとこ言ってるだけじゃん。佐田くんが2代目マッコイって書かれてましたよ。2代目マッコイとかじゃないよ、もうめんどくせえお前ら。ほんとさ、そういう突撃のパターンをお前ら覚えて、それをやればいいんだみたいな感じでやりすぎだよ、ほんとやりすぎてません。私はお礼をしに来てるんですよ、だいたいこれも。で、ケイチ面白いねって言われてさ、どんどん調子に乗って突撃やって。違う、突撃なんかしてませんよ、私はお礼をしに来てるだけですから。そんなお礼という程度突撃だろ、これ。これだって今日の場合はだってちゃんと俺と同じ服着てきて、それはたまたまあなたが今日これ着てたからでしょ。私は俺のパジャマじゃん、これだって。で、毎日これを着てるわけじゃないでしょ。お前のパジャマ脱げよ、それ。お前も脱げよ、じゃあ。なんで俺脱がなきゃいけない。お前が俺っち着てんのに、これ俺着てたのに、お前がたまたま俺と真似して着てきたんだろ。俺は今日初めてこれを着たんだよ、お前ん家に来るからな。何言ってんのお前、ほんと
お前にもらってんすよ、こうやって親御さん来てくれてんだなと思ってたら、もうまさかこれで病気だよ、病気これで、本当に現れたまさかでしたね。え、まさかでしたね。まさかよ。お前、そういえば言われてたぞ、あの名古屋の時さ、はい、泥の煙幕になったってなったじゃん、あの帽子かぶったら、うん、で帽子取ったらマラドーナって言われてたぞ誰なのコメントお前らさ、俺ちに何バカにしに来てんの。いやいや、今日お祝いっすよね。コメントまで読まれてないだろうから、ちゃんと報告ですよ。ほうれん草報告連絡相談。何賢そうにそういう言葉並べてんだよ持って帰れよこの量。なんでだよ、食べろよ食べれねえよこんないっぱい。さっきも俺飯食ったばっかだし。飯食ったら、なんで俺がいるの分かるんだよ、いつも。電気がついてるからだよ電気がついてるからだよ。かね、外から見てんすか。外からお前会話してんなよく最近この野郎外から見たらあそこ電気がついてるから。お前言っとくけど、大体俺らの居場所バレてっからな。もうお前があんまりの、まあ、編集も聞かせずにさ、この辺全部焼け写すからさお前そんなこと言うけど、お前キヨさんチャンネルでもうちバチバチ分かるじゃないかなあ。お前キヨさんと来たやつだってお前バチバチに分かるぞ。あれお前んちだったらいいだろ別に。もうお前脱げ脱げじゃあお前が脱げよこれ脱げよこれ、お前全部こいつ本当にいろんなこと覚えてきやがって、どん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 お前こそ本当にいろんなこと覚えてきやがって。ふざけんなよお前、俺の真似してんな。お前俺の真似してんな。お前ほんとに意外しろよこの野郎。意外しろこの野郎。ちょっとな、うん、もう一個あんだよ。なんだよもう一個、もう一個ある。脱がせろあれ俺。いやでもいいっすよほんと。なんで同じ服着させてくんだよいや着たいって言うから。でも俺まさか着てると思ってなかったです本当に。あとな、うん、本当に誕生日おめでとうな。今日ラッツで買ってきました。ニットのセーターです春用の。店員さんとも話し合って、マッコイさんが持ってないものはどれですかっていろいろ聞いて、いやこういうのがいいと思いますっていうおすすめを買わせていただきました。ラッツのニットのセーターです。マジね、マジのやつですね。これマジのやつですなんでこう俺の洋服屋さん、行ってる洋服屋さん行ったの今日。いや僕知らないです。それさっき聞いた。そうマジで買ってるんですって。マジのやつ。マジのやつ来るから。それマジのやつ。それだって、もうそれはな、たまにこういうことするじゃんたまにマジなことするじゃん。そりゃそうだよ、ま、これもマジだぜ。いやまずこれがマジだからね。セーターね、良かったですね。良かったよ。これ良かったじゃないですか、これは。何よ。これはリアル良かったです。これはすごいいいよ。ね。と。これはありがとうございます。いやいや、本当に。だ、おかしくない俺ら、これ。おかしくないよ、これ。だって、50過ぎたおっさんのお揃いってあんま見ないですもんね。この野郎、流暢に回すようになったな、この野郎、ジャパネ。だから、高校で言ったら、1年と3年だじゃあもういいだろもういいだろうよ。もう取れ高あんだろう。もう取れ高あるよ。もう取れ高あんだろう。もうな、勝手に来てこんだけでお揃いにもなって一笑い取ってさ。分かった分かった分かった。もう感謝してますよ。もうプレゼントまでもらって。いやいや、こっちも感謝ですよね。もうこっちも本当感謝です。もう
ブーブー振られて。はい、やってください。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。持って帰れよ、これ。なんでだよ、これ。食わねえよ、こんなの。見てみろ、これ。じゃあ、行こうぜ。行きましょうか。行こうじゃねえよ、持ってけよ、これ。なんで俺が持ってかないよ、これ。パスタいらねえって。ダメだって、それは。ちゃんと食べるべき、明日また。あの、そしたら会社に持ってってさ、武田ちゃんとかにあれに食わせればいいじゃん。パスタ、お前、明日まで行ったら、お前、伸び伸びになると、お前、まずいだろ、これ。チンすればいいよ。チンスって食うあれじゃねえじゃん、これ色味が。行こう、大丈夫。お前らも帰ります。どうします？ゆっくりじゃん。また来ますか？なんでまた来るんだよ、お前。ちっちゃい声全部聞こえてるよ、そこで。やることないっすね。やることない。お前ちゃうから、お前本気で食うで行くぞ、お前ら。怖い怖い。お前だけだ。行け行け行け。じゃあね、バイバイ。よかったな。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。